トラックボールがこの順位ってすごいですよね。こちら高級モデルなんで多機能ボタンいっぱいついてまして、こちらはボタン、まあここに2つと、まあ、メインのボタンぐらいなんですが、こんにちは、戸田悟です。今回はですね、こちらを紹介したいと思います。ロジクールのですね、トラックボール、L5M575S というですね、トラックボールなんですが、何を今更って感じの人もいらっしゃるかもしれませんが、 Amazon のランキングを見ていたらマウスの部門で第1位だったんですよ。トラックボールが1位なのってちょっとびっくりしまして、ぜひ紹介したいなということで詳しくレビューしていきます。もちろん僕もこれ買ってみました。はい、こちらですね、 Amazon の売れ筋ランキングなんですね。でパソコンカテゴリーのキーボードマウス入力機器というランキングなんですが、今日ですね、この動画を撮ってる日で2位がロジクールのトラックボールなんですよ。でこれ2日前に僕が見た時は1位で、ちょっとこれ入れ替わってるんですが、どっちにしろですね、トラックボールがこの順位ってすごいですよね。ということで、今回はこのトラックボールを紹介したいと思います。で、実際に僕も購入してみました。価格はですね、4990円です。で、ワイヤレスのトラックボールということで、以前ですね、ケンチントンのトラックボールも紹介してますので、まあそちらも合わせて比較しながらちょっとレビューをしていきたいなというふうに思っております。で、色なんですけれども、これブラックと、ほぼなんか画面上では似たように見えますけど、グラファイト。さらに、白ですね、オフホワイトもあります。色で値段がちょっと違いますけれども、まあ、今回はこちらのブラックを手に入れてみました。はい、ということでこれが到着しましたですね、 L5M575S というワイヤレストラックボールですね。こちらをちょ早速開けていきましょう。はい、まあ中はシンプルでこれだけなんですが、実はですね、ここを開けると電池とともにレシ板が入ってますということで、これを引き抜くと電源がオンになるわけですね。はい、ですでにもうペアリングがピカピカ光ってますけども、まあ電源のオンオフボタンがあり、まあこうやって使うわけです。はい、でまあこれだけ見ると普通なんですが、ちょっとここから比較をしてみたいと思います。はい、こちらがですね、少し前に紹介したケンジントンのトラックボールです。これはあの動画がありますので、後でリンクを貼っておきますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧いただければと思うんですが、結構ですね、設計思想違いますよね。まあ、こちら高級モデルなんで多機能ボタンいっぱいついてまして、こちらはボタン、まあ、ここに2つと、まあ、メインのボタンぐらいなんですが、まずですね、この角度に注目してください。両方とも親指で操作するタイプなんですね。で、中には、こうやって操作するタイプのトラックボールもあるんですよ。でも今回は親指で操作するタイプなんですが、ケンジントンはですね、これ確か60度だったかなの傾きでこうやって操作します。で、ロジクールはもっと下ですよね。手の角度がこの違いですね。ケンジントンはこう。で、ロジクールはこう。で、どっちが使いやすいか、これはですね、まあ多くの方両方買って使ってみるなんてことできないじゃないですか。で、まあどちらかを購入することになると思うんですが、これね、どっちが合うかは人によるとしか言いようがないんですよ。で、ボールの大きさもほぼ一緒で、動きの感じはですね、ちょっとケンジントンの方が滑らかかなぐらいで、でもそんなには変わりません。で、こうやって使うのがいいか、こうやって使うのがいいかなんですけども、僕の個人的な感想ですよ。個人的な感想としてはこちらの方が、このクリック作業はしやすいんですよ。ただ、ボールをずっと動かし続けるとこっちの方がなぜか手が疲れないんです。で、これどういうことかなと思うんですが、多分ですよ、指の重さが上から下にかかるからこうやって疲れないのかなと。でこっちは指の重さをこう横に入れないと動かないんですよね。なのでその違いがあるのかなと思います。でそこはですね、本当に好みによって変わってくるので、人によって全然違ってきちゃうと思うんですが、まあですね、こちらを使って気に入らない方はなんかこういう手もなかないんですよ。角度のあるものを置いてちょっと角度をつけて使うということがこっちはできます。で、ただこちらをこういう角度に戻すというか上げることもこうやってできるので、その辺ある程度好みで、まあ段位を用意、土台ですね、を個人的に用意することによって多少調整できますが、もちろん自分に合ってるのが例えばこっちだとかこっちだって分かっているのであれば、最初からそちらを使った方がいいですよね、ということです。で、まあこれちょっと話が逆になりますが、トラックボールの最大のメリットってやっぱり場所を取らないことなんですよ。マウスだとこうやって場所を取るじゃないですか、動かすための。でトラックボールは場所を取らないので、テレワークで家のテーブルが狭い、机が狭いという方、もしくはソファーの上で使うなんていう時も、マウスだとソファーの上じゃもう動かせないですよね、ほぼ。
でもこれであればただ置いとくだけで動かせますから、まあ、快適に使えるというのが最大のメリットなんですね。だからここへ来て特に人気が高まっているのではないかなと思います。はい、ということで、ではまずパソコンと組み合わせて使ってみましょう。で、パソコンと、今回はパソコンとの組み合わせはこの専用のレシーバーを使います。で、個人的には僕はレシーバーの方が実は好きなんですよね。なぜかというと、まあ、これでオンにすればペアリングはこうやってやろうとしてますが、気にせずこのレシーバーを USB タイプ A 端子に挿します。で、これで今ピッピッと音がしたと思いますが、これでもう使えます。で、個人的には僕はレシーバーの方が結構好きで、 Bluetooth のペアリングってなんか切れたりとかするじゃないですか。で、再ペアリングとか結構面倒なので、僕はまあレシーバーで使うのが好きなんですけれども、こういった感じで利用できます。で、例えば何でもいいんですけれども、こうやってサイト開くじゃないですか。はい、これ普通ですね。マウスと一緒の使い方です。ただ戻る進むボタンがあるので、これを押して戻れます。で、これを押して進めます。このボタンですね、戻る進むボタンがあるのでこれが使えます。あとホイールがあるので、もちろんスクロールも可能です。こういった形でスクロールもできます。つまりもうマウスと一緒なんですよ。結局この玉を動かしてカーソルを動かすだけで、あとはもうほとんどマウスと一緒に、使えるわけですね。はい、こんな感じで使えます。では続いて iPad でも使ってみましょう。はい、ではですね、 iPad で使うには電源をまず入れます。するとですね、こうランプつきますけども、ランプを押すと青い光が高速になりますよね。で、この青い光が高速の状態で Bluetooth のやつのペアリングモードですから、で、これペアリングに入って、はい、Bluetooth ですね。で、こちらでこう出てきます。 L5M575 と出てますよね。で、これタップすると、で、これで、ペアリングができます。で、ペアリング、はい、これで、はい、iPad でも使えるようになりました。ここにマウスポイントありますよね。で、これで分かると思いますけれども、で、例えばブラウザーで、はい、こんな形で利用できますし、これホイール、今ホイールを動かしてますね。で、これ使えます。はい。で、例えば、まあ、どこでもいいんですけれども、ここをクリックして、はい。で、はい。こちらをクリックして色を変えると。で、例えば、はい、こちらをクリックして開くと。で、戻る進むボタンが残念ながら iPad では機能しない。はい、機能しません。で、左右のボタンとホイールは、まあ、スクロール等は機能して使えます。はい、それでですね、今パソコンにここを見ていただけると分かるようにレシーバーを挿しました。で、こっちの iPad とは Bluetooth でつながってます。で、これを切り替えをしたいというわけなんですが、今これ見ていただけると分かるようにマウスカーソルここにありますね。分かるよね、じゃないですか。はい、ここにあります。で、じゃあこっち使うときどうすればいいのって言ったらですね、このペアリングのボタンあるじゃないですか、こいつを押してあげるとこれ白く なります。で、白い状態はこのレシーバーとつながっていて、まあ、今動かせば分かりますけども、パソコン動きますね。で、こいつをもう一回押してあげて青くなります。で、青くなると今度は、はい、ここに出てきましたけど iPad で動きます。つまり2台ペアリングしといて、片っぽはレシーバーで、片っぽは Bluetooth でペアリングしとけば、まあ机の上を置いてですね、2台切り替えて使えると。ただまあ切り替える位置がここなんで、まあ細かく切り替えるというよりは、まあいちいちペアリングをし直さなくても使えるかな程度に考えておいた方がいいと思うんですけれども、で、ポイントはですね、これレシーバーにしておけば差し替えるだけでこのパソコンからデスクトップに変えたりといったこともできるんですよ。なので僕はこのレシーバーが結構好きなんですけれども、こういった使い方もまあ可能ではあるというわけです。ということで、今これこのように iPad で動いてますね。で、これ Bluetooth のペアリングでオフにしてみましょう。はい、これですね、接続済み、解除します。はい、もう当然動かなくなりましたよね。何も出てこないですよね。で、じゃあ iPad でこのレシーバーで使おうっていう話をさせていただきたいんですけども、どうするのっていうとですね、まあ、こういったアダプターもしくは Type-C、Type-A 変換のアダプターだけでもいいんですが、ここにレシーバーをつけてあげます。はい、で、これを iPad に接続します。でも、これで、はい、裏をですね切り替えてあげれば使えるようになります。使えるようになります。つまり、まあ、こういうアダプターがあれば iPad に充電しながらこちらのレシーバーを使ってトラックボールも利用可能と。で、充電しないときはもう直接ここに、まあ、変換のアダプターを使って
レシーバーつけてあげてもいいんですけれども、要するにまあ iPad でもまあこういったレシーバーで利用することが可能と、まあこういったアダプターがあればですね、いうわけです。はい、ということでこうトラックボールですね、意外に使ってみるといいので、これだけ売れてると思うんですけれども、まだ使ったことのない方はまあこの価格なので、ちょっとですね清水の舞台から飛び降りてもいいかななんていうふうに僕思ってます。僕は結構トラックボール好きで結構使います。で、皆さんもですね、手に合うかどうかわからないんですが、まあとりあえずチャレンジする価値はあるのではないかなと、この価格ならああいうふうに思います。で、特に机の上の狭い方にはおすすめとなっていますので、まあですね、このボールを動かす気持ちよさ、ハマると結構いいと思いますので、ぜひ買ってみたらいかがでしょうか。で、多機能なトラックボール、すごい多機能なものが欲しくて、まあ、カウント数の切り替えとかも全部できるものが欲しいということであれば、まあ、ケンジントンのこんなモデル、特に角度も違うのがいいということであれば、ケンジントンのこんなモデルもおすすめです。以上、トラックボール紹介しました。結構トラックボールなんか最近人気が復活してきてるような気がするんですよね。ということで、机の上の狭い方にとっては非常に便利ですよね。チャンネル登録もよろしくお願いします。